沼津市、明治資料館は、静岡県沼津市西熊道372の一に、ある博物館、江原ソロク記念館という別名がある。沼津の政治、経済、教育などに大きな貢献を行った、江原ソロクや沼津兵学校など沼津の近代以降の歴史について紹介している。現在の沼津市、明治資料館の所在地には、 明治初めから江原ロク一家が居住していた邸宅があった。高原邸は大正期の改築を経て、1959年6月24日付で江原家から沼津市に土地、建物が共に寄付されている。同邸にあった江原家伝来の資料については、寄付後は江原ロク先生検証会発足が管理をしていたが、1973年に、 建設された沼津市立少年自然の家に、江原ソロクの記念室が設けられたことに伴い、一部を遺憾し展示していた。1983年邸の解体の際、高原定に残されていた資料は、一部を、検証会事務局があった沼津農業共同組合、金岡支所に移された。それらの資料は、その後少年自然の家に移され、以前からの展示物ともに検証会役員の手で、 整理と目録の作成が行われた。1984年3月17日に、沼津市、明治資料館が竣工し、少年自然の家で整理保管されていた江原家伝来資料も移管される。同年10月1日、江原ソロクや沼津兵学校の関係者等の郷土の人物を中心とした明治の歴史に関する博物館として、沼津市、明治資料館が開館した。 3階には、沼津の戦国期から近現代に至る通史を所蔵している。江原ソロクの肖像が、写真、日記、辞令、遺品、デスマスク、牧石を所蔵し、解体された高原亭の一部も復元、移築されている。4階には、1868年に静岡藩の陸軍士官学校として設立された沼津兵学校と、 その教授の生徒についての平学校の規則書、教科書、青春、赤松時永、杉浩二、田口幸吉、島田サブローラの関係者の写真、著作がある。ありがとうございます。